ンソーマンエピソード4エンディングテーマ、トーボイさんの錠剤の歌い方をボイストレーナーが解説していきます。お知らせです。イエイ。この曲はですね、比較的中低音域に音域が集まっているので、まあ、男子諸君挑戦しやすいかなと思いますが、ただしシャウトは除く、わーみたいなやつがあるんですね。これサビの最後でも出てくるんで、まずは A メロはそこはすっ飛ばして、あのおとなしいところから解説していきましょう。丸い月操作線電線の絡まる待てろじゃ全然ダメです。パワーちゃん怒っちゃう。パワーちゃんのねエンディングムービー可愛かったね。パワーちゃん怒っちゃうよってわけで、修正すべきなのは発声とリズム、この二つです。まずは発声から言ってみましょう。ですね、トーボーイさんの発声によるには響きの位置がまず大切になります。鼻か口、口が優先です。鼻に抜くとですね、結構柔らかい声になるんですよ、人間って。丸い月だと、これちょっとこの曲に合わないでしょ？こっち。丸い月操作線で、ちょっと胸に響かせるようなイメージで、口優先、口の奥優先の響きを使います。そして、その口の奥の使い方にも二つ選択肢があって、縦に使う、丸い月ってパターンと、丸い月、こっちね、こっち、横に使いたい、横に狭く使いたい、なんで、まじゃなくて、ま、まあ、丸い月操作線電線の絡まる摩天楼の、まあ5倍ぐらいイケボにしたのが遠吠えさんだと思っててください。で、今度はリズムつけていきましょう。丸い月操作線電線とパワちゃんが怒っちゃいます。黄色のところ、アクセントちょっと強めに読む。丸い月操作線電線の絡まる摩天楼、ブロンドの髪なびかせ見下されて食べられてのブロンドの髪のロがアクセント、ブロンドの髪はパワちゃんのねこのヘアスタイルのことですね。だからちょっとピンクっぽい描写もあるんですけど、初期って多分金髪だったので、まあそんなこと言ってるんじゃないでしょうか。なびかせかせ、こうリズム作ってるからね、かせかせ、ちっちゃいついれるようなイメージ、見下さ、見って止める、見下されて食べられて結構忙しくて食べらーが、これこの曲の最低の B2 でございますね。これさ、低い音出ない時にウィスパーボイス息でごまかせばいいよっていうアドバイスすることが多いんですよ。られてみたいな。でもこれだとさ、ジョンさんの雰囲気、ジョンさんじゃないわ、ジョンさんはボカロ P ネームね、トーボイさんの、トーボイさんみたいな雰囲気が出ないんです。そういう時はエッジボイスで代用するといいです。見下されて食べられて、られて、所詮雨が降っても消えないよこれを、は結構リズムが忙しくて、所詮雨が降って、で、このスラッシュで区切るのとかもリズムだからね。振っても消えないで、消えじゃなくて、消え、消えないよ、これを、これ2発連続出すよ、これを。ビブラートかけれる人いますか？そしたらかけてみて、頑張って。あなたはかっこが、本日2回目登場、B2 最低音です。で、れー、で、これ、るとう、るとえとあの間ぐらい、れー、るーじゃないだから、れー。で、最後、息吐いて終わりね。良識ぶち壊してヴィーナスニヤニヤ笑ってる。ラー、またビーツね、これ最低音。善悪すら通じないまん丸の大きな瞳で、瞳の火は結構強めね。で、食べん振る舞って狂気の悪魔が踊る。へい、忙しいね。ゆっくり行くよ。食べん振る舞った狂気の悪魔が踊る。区切ったり強く読んだりリズムをつけましょう。ここはきっと飽きるまで踊るだろう。ここは4発アクセントです。で、これ息たっぷりますで、ローで、ちょっと音程を落としながら最後なんかちょっとうわって感じで息を吐いて終わります。ちょっと忙しいんですけど、発声とリズム気をつけながら一緒に歌ってみましょう。 A メロね、 Here we go。丸い月操作線電線の絡まる摩天楼、ブロンドの髪なびかせ見下されて食べられて、所詮雨が降っても消えない汚れを、あなたは隠してる。常識ぶち壊したヴィーナスニヤニヤ笑ってる。善悪すら通じないまん丸の大きな瞳で、食べん振る舞った狂気の悪魔が踊る。きっと明けるまで踊るだろう。あかーく、ここが最高音、この曲の。あかー G4 でございますね。その音です。あかーく溶け込んで、溶け込んだら K はほとんど言わない。ちっちゃい2ぐらいのつもりでいいです。溶け込んだ、錠剤で、まぁ、ドゥルルルは、友達とカラオケ行ったら友達歌ってもらって、ドゥルルル、一人で歌うのは結構きついと思う。血液のようで、これ血液も、つ、ここが1文字1音にして、最高音。
血液 G4 でございます。その他、血液のような酸っぱい匂いがまた充満していた。4発アクセント充満していたな。1,2,3,4,5,6,7 で切るのね。 OK、 ちょっと今指おかしかったけど許して。さあ、というわけで上手に1番はパワーちゃんについて歌ってるところなわけですよね。だからさ、血の魔人パワーだから血液とか、まあ、溶け込んだとかっていうワードが並んでます。そして錠剤っていうのはこの曲のタイトルにもなってるんですけど、これさ、ご本人のインタビューでも読んだんですけど、なんかね、別にこうタブレットの形自体に特別な何か意味がこもってるというよりは、まあ、血からこう連想するものとして錠剤みたいなのがあって、まあだからイコール血みたいな感じで OK ですみたいなおっしゃってたんで、まあそういうのを深く考えるというよりは、こうなんかチェンソーマンの世界観、パワーちゃんのこの感じを出すために、結構こう、リズムをつけて荒々しい感じができるとより良いんじゃないでしょうか。一緒に歌ってみましょう。 Here we go! 破格と混んだ錠剤、ドゥルル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 ル、血液のような酸っぱい匂いがまた充満していたな。愛にすがって落ちてゆく、ただそれって後ろがさ、結構こうやって四つ打ちのターンとか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 リズムな感じなんですけど、全部ねアクセントつけていくと結構うるさくなっちゃうので、歌までつけちゃうとうるさくなっちゃうので、歌はまぁちょっとアクセント位置限定します。愛にすがって落ちてゆくで、このガーの上マーク何かというと、一瞬ね遠吠えさんが裏返してるんですよ、これ。カー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 、愛にすがって落ちてゆく、こんな感じね、ちょっと荒々しい感じやってみて。ただそれでも心は浮ついて、この心の子の2個目の子が裏声なんですけど、まあなんか音程ラなんですけど、しっかり当てようというよりは勢いの方が大切で、ただそれでも心は浮ついてるみたいな感じで、なんかふっふっふって、なんか裏返った感じを大切にしたらいいんじゃないでしょう。浮ついてる、ここもちょっと鼻にポーンって裏返してる感じね。ちょうど今日3発アクセントね。ちょうど今日少しほてったんあなた、ほてったんあなた、んってよりは、なんか、んってやつをやりてほしい。ほてったんあなた、ほてったんあなた、ほてったんあなたが綺麗で、なぁ、くれなずんで、なぁとくれなずんでいくの間は、おそらく息を吸ってないんじゃないかなと思うんですけど、多分ね、なぁ、くれなずんでいく刹那の青春が、あこの瞬間に、このさ、これすごいジョンさんの、あ、間違った。あこの瞬間にって歌ってないの、遠吠えさん。これ本当に不思議なリズムなんですけど、なんかね、ここがね、絶妙に入るんですよ。あこの瞬間にと、あこの瞬間にの間ぐらいなの、ちょっと、どこそこっていうようなリズムでこうね、言ってくるわけよ。めっちゃむずい、これ。あこの瞬間にくらいかな。あこの瞬間にくらいな感じのね、絶妙に楽譜にできなそうなリズムで、このをね、食ってくるわけよ。前に、ちょっとだけリズム倒してくるのね。原曲よく聞いてみて。不思議なんですよ。他の歌手結構バッチバチにリズム合ってるのに、ここだけ結構なんか、うわーって結構荒々しい感じになってて、もうなんかすごい、それがなんかこの曲の魅力な気はしますね。なんかスルメ曲じゃん、錠剤ってめちゃめちゃ。だからなんかまあこういうのかなって、まあ結構曲の他の歌手もこうやって、ちょっと絶妙なリズムのところあるから、よくよく探してみてください。あー、この瞬間に始まって気がした。わーのわー言ってみましょうか、最後にちょっとだけ。まず、音程的には F5 です。これさ、まあ、本さんっていうさ、デスボイスの先生にさ、この間、ちょっとこう、ガナリのやり方教えてもらったんですけど、まずここをおそらく3つで出せないと無理。まーわーわーに、ここにガナリを乗せていくイメージ。これね、裏声ベースじゃないはずなんですよ。わーじゃなくて、ミックスボイスにガナる感じだと思うのね。わー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 、魔法先生がおっしゃってたコツとしては、ちゃんとお腹で支える、舌で支える、そして地声ミックスボイスでちゃんとベースを作る、ここに勢いよくガナリを思いっきり入れるっていうね、この3ステップらしいんですけど、まあそんなんでできたらまあ苦労はしませんが、まあ私も曲の中では難しいと思うんですけど、まあ一緒にサビ歌ってみましょうよ。 Here we go!愛にすがって落ちてゆく、ただそれでも心は浮ついてる、衝動的で少しを経ったあなたが綺麗で、おい、なあ、くれなずんでいく刹那の青春が、この瞬間に始まった気がした、わあ、ちょっとできなかった。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。